応募総数は1462点。生活の中で生まれたアイデアを形にした発明コンクールが始まりました。発明学会が主催する身近なヒント発明展は今年で25回目を迎えます。商品化に最も近い発明コンクールとして、過去には特許料で3億円を稼いだ大ヒット商品も生まれています。例えば主婦だったら主婦目線のこういう洗濯の時にこういうのがあったらいいのにな、でも売ってないな、作っちゃえ、それぞれが感じた不満を自分の力で解決している、それが面白いところですね。世相を反映して今年出展された発明品はコロナ対策に関するものも多く見られました。こちらの発明品はこのように手の甲で押すことで消毒液が出るようになっています。車椅子を利用する人など足で踏むタイプの消毒を使えない人にも利用できるものをという思いが発明につながったということです。そして今年から始まったのが子ども発明部門です。こちらのランドセルカバーはなんと荒川区に住む7歳の小学生が発明した作品です。これは荷物が入るランドセルの雨カバー。ランドセルを開けなくても先生にすぐにプリントを提出でき、防水機能もあるということです。この子ども発明部門の創設には主催者の強い思いがありました。第二のスティーブ・ジョブズであったり、第二のノーベル賞受賞者をですね、育成するような意味でもですね、子ども発明部門というのを作りました。子どもたちのアイデアから商品化へとつなげるため、今日は協賛企業による審査が行われ、発明品に熱い視線が注がれていました。今年はどうですか、ちょっと候補の作品。いや、面白いですよね。素晴らしい作品がたくさんあると思いますよ。何点かもう問い合わせをしたいと思ってます。明日から3日間は一般の人も会場を訪れ、ユーザー目線で審査員として投票することができます。審査結果は今年12月に発表され、対象には賞金10万円が贈られます。